Clifford. He struggled and struggled, trying to get out. かわいそうなクリフォード。一生懸命這い上がろうとしているのに、どんどん下に滑り落ちてしまいます。Hello everyone, it's Eri. Thank you so much for coming back to my channel. 皆さんこんにちは、ダニエル・エリです。今日もこのチャンネルに戻ってきてくださいましてありがとうございます。今日は2月3日ということで、皆さん昨日は節分、恵方巻き召し上がりましたか？節分が終われば次はバレンタインですよね。ということで今日はバレンタインの可愛らしい絵本の読み聞かせのレッスンをお届けしていきたいと思います。今日ご紹介するのはこちら、Clifford's Valentine's Day という本になります。この赤いワンちゃん、クリフォードといって、クリフォードのいろんなシリーズがありますけれども、バレンタインのシリーズも出ています。バレンタインの絵本もいろんな絵本がありますけれども、私は個人的にこの本が一番大好きなので、今日はこの本を早速読み聞かせの方やっていきたいと思います。そしていつものようにまずは英語で、次は日本語で聞いていただく形にしていきたいと思います。それでは、Enjoy!Clifford's first Valentine's Day. Hi, I'm Emily Elizabeth. My dog Clifford and I are excited because it's almost the time for Valentine's Day. Guess who always gets the biggest Valentine? Before Clifford grew up, he was a very small puppy. He had a lot of adventures when he was little. I'll never forget his first Valentine's Day.It all started a few days before the holiday. I was making Valentines for Mommy, Daddy, Grandma, and Grandpa. Clifford wanted to help. I gave him some paper. He had his own way of cutting out hearts. In those days, we used white paste to stick decorations on our Valentines. Clifford liked the smell of the paste.But I didn't see the paste all over his paws. Uh-oh. What a sticky mess. After I had cleaned up my sticky red puppy, we finished the Valentines. Clifford liked the special card I made for Grandma. I wanted to mail it right away. We got ready to take the card to the post office. When we got to the post office,I pulled down the door to the mail chute. Uh-oh! Clifford lost his balance. He disappeared into the dark hall and came out in the basement mail room. He sank down under a ton of letters in the cart. The postal workers didn't see him. Poor Clifford. He struggled and struggled, trying to get out.But he just kept slipping deeper and deeper. How would we ever find Clifford? Suddenly, we heard a sound. The mail was barking. Urf, urf! We dug into the letters as fast as we could. Clifford was glad to see us. And we were glad to have him back. On Valentine's Day,I got a lot of cards. I love the one Grandma sent. But the best Valentine of all was from Clifford. He will always be my favorite Valentine. Clifford's first Valentine's Day. 皆さん、こんにちは。私はエミリー・エリザベスです。私のワンちゃん、クリフォードと私はとってもワクワクしています。だってバレンタインがもうすぐそこまで来ているから。もちろんクリフォードがいつも一番大きなバレンタインのカードをもらうんですよ。今はこんなに大きいクリフォードですが、クリフォードにも小さい小さい子犬の時がありました。クリフォードがちっちゃい時、クリフォードはいろんなことに興味がある子犬でした。クリフォードの一番最初のバレンタインの日は、こんな出来事がありました。バレンタインの数日前、
私はママ、パパ、そしておばあちゃんとおじいちゃんのためにバレンタインのカードを作っていました。クリフォードはカードを作るお手伝いをしたいみたいだったので、私はクリフォードに何枚かの紙をあげました。クリフォードったら自分の歯でカチカチしながらハートをくり抜いちゃったんですよ。この時はデコレーションをくっつけるのにペースト状の糊を使っていました。クリフォードはその糊の匂いがすっかり気に入ってしまいました。でも私が見ていない間にクリフォードったら手も足も糊だらけになっちゃって、はあ、そこいら中ベトベトになっちゃいました。クリフォードの体をきれいにしてあげてから私はバレンタインのカードを作り終えました。クリフォードは私がおばあちゃんのために作った特別のカードを気に入ってくれたみたいでした。私はすぐにそのカードをおばあちゃんに送りたくって郵便局に行く用意をしました。郵便局に着いてお手紙を入れるドアを引き開けました。ああ、クリフォードったらバランスを崩しちゃってドアの後ろの穴の中に落っこちていっちゃいました。そして地下のお手紙を仕分けするお部屋に転がり込んでしまいました。いつの間にかたくさんの手紙に埋まってしまったクリフォード、誰もクリフォードが手紙の中に埋まってしまっていることに気づきません。かわいそうなクリフォード、一生懸命這い上がろうとしているのにどんどん下に滑り落ちてしまいます。どうやってクリフォードを探したらいいんでしょう。突然何かの音が聞こえてきました。手紙が吠えているようです。急いで手紙の山を掘り下げていきました。クリフォードは私とママに会えてとっても嬉しそう。私とママもクリフォードが戻ってきてくれてとっても嬉しかったです。そのバレンタインの日にはたくさんのバレンタインのカードをもらいました。私が一番気に入ったのはおばあちゃんが送ってくれたカードです。でもバレンタインで一番嬉しかったのはクリフォードと一緒にバレンタインを過ごせたことです。これからもいつもクリフォードと一緒にバレンタインを過ごしていきたいと思います。クリフォードズバレンタインズデー、いかがでしたか。アメリカではバレンタインにチョコレートだけではなくってね、カードなんかを家族や友達と送り合ったりということもしますよね。とっても可愛らしいクリフォードズバレンタインズデーを今日はご紹介していきました。またこのクリフォードシリーズ、他の本も皆さんにご紹介していきたいと思います。ということで今日はここまでです。 That's it for today. Thank you so much for watching. またクリフォードのシリーズ見てみたい、聞いてみたい、今日のレッスン良かったと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。それではまたお目にかかります。 See you next time. Thank you so much. Bye bye.